リース子供のまーちゃんです。遅くなりました。ちょっとね、いろいろとありまして、収録するのを忘れてました。ごめんなさい。で、今日をやることも全然、計画が立ててません。そういえば、チャンネル登録、そして、高評価、またはコメント、お願いします。まあでもね、そう言ってもね、こんな、知らない人をね、登録っていうのはなかなか難しいかもしれないですよね。まあ、登録よりも、あれだよね。あ、でも登録しないと、あ、そう、最近ショートの方が結構やっぱ見やすいのか。ショートがかなり、視聴率が伸びていまして、本当にありがとうございます。ただ、あれですね、後で見ればいいや、みたいな感じなのか、そうですね。登録してもらえば、そっか、ショートが配信されてすぐ見れるんだろうな。まあ、ショートでは、自分を強くするというか、内面をね、鍛えるっていうことで、ショート出してますけども、まあ、あれは、なんだろうな、子供のまーちゃんの中で、子供に向けて、お話とかね、そういう知って世の中を知ってもらいたいなっていうことで、いろんなことをお話ししたりね、自殺予防とか、死にたいとか、そういう風なところだけじゃなくて、違うところに逃げることもできるし、まあ隠れることもできるし、ね、遊ぶこともできるっていうことを、伝えたい番組なんですけど、ただ、意外と視聴率がね、18歳の方から、54歳の方々がね、ショートを見てくださって、ちらっとね、多分心に、刺さるまではいかないけど、なんだろうな、今そういう状況になってて、あれだとかさ、さっき怒られて、むしゃくしゃするなとかっていう時に、たまにこう、動画見たら、あ、いいこと言ってるじゃん、みたいな、そういうのがあったり、してみてくださるのかもしれないですし、まあ、それはそれでいいと思います。まあ、私もパワハラでね、鬱になったんで、やっぱり、私の天風先生がね、言ってる言葉は、もう、もっと早く、知りたかったなぁと思います。なんていうか、高校生あたりからでも、中学生からでもいいのかな？まあ、小学校でもいいんじゃないかな？道徳ってね。昔で戦前とかの、道徳とかはすごいね、教育直後っていう素晴らしい本があって、
ってね、それが素晴らしいと思えないような宣伝をされて、教育直後を見たことがない人は、どんなに素晴らしいかわからない、あれはダメなものだっていう方が、まあ、いらっしゃると思いますけども、まあ実際私ね、教育直後をがあって、こう戦前の方々がね、15、6歳とかでね、特攻隊とか行く時の手紙のあの綺麗な書き方とか達筆さとかね、言葉とか、ああいう風なのを見たりとか、心遣い、心意気とかね、そういうところっての教育は、じゃあ何かなったら、その教育直後っていうものがやっぱ出てきたので、それで、まあ、購入しまして、で、見てみたら、いやー、なんて素晴らしいこと。やっぱりね、その、まあ、素晴らしいことっていうか、当たり前のことを当たり前に伝えてる教科書なんですよ。小学校1年生とか2年生とかね。まあ、段階によっては、やっぱりその、学習内容が変わるだけで、まあ、1年生とかになれば、必ず人と会ったら、おはようございます。こんにちはとか、こんばんはとか、そういう風に、するのが、礼儀作法ですよ、というような、そうだね、作法とか伝統とかそういう感じで教科書に載ってましたね。それって言うと、ね、なんだろうな、挨拶もそうだけども、家族とか両親とかに対しても、なんだろう、親を敬い、ね、父母、母上とか父上とかね、そういう風なところをきちんと教育してたんだよね。っていうかさ、お母さんお父さんってさ、みんな普通に言ってるけど、学校とかでね、聞いたことあります？お父さんお母さんってどういう語源の発祥か、そしてそれが敬語になってるかっていう意味とか分かってます？お母さんとかお父さんって、さんって入ればやっぱり敬語、年上、目上っていうことになって敬うことになるんですよね。まあ、ググってもいいですし、調べてもらえれば、確かですね。様って別にわざわざ言わなくても、そういうのがあって、簡単にお父さんお母さんとかっていうことがね、きちんと言葉の意味もわからずに日本語を使っている日本人がたくさんいるということですよね。その中でやっぱり、日本人の崩壊、心の崩壊につながっていくわけですよ。まあ言霊にしてもね、人に対する優しさとかさ、そういうのもないような時代になってきてるんだけども、やっぱり DNA が、14,000 年のね、縄文時代にいた人たちの DNA がやっぱり日本人にはあって、争いとかね、テロとかないですもんね。ちょっと文句は言うかもしれないけどね、普通に文句言ったら、あと海外だったら殺されてると思うけど、まあ日本ではちょっと文句言ったぐらいではね、喧嘩ぐらいで終わったりするしね。
デフレが30年あったら、普通政権は完全に潰れると思います。外国だったらもう自民党はもう、なんだ、野党ですね。完全に落ちますよね。だって国民を幸せにするために、それで、政府を作るということで憲法で歌ってるわけですよね。だけど、全然救われてない人とか、ね、働いて一生懸命やってて、家事もやって、そして、子供も産み、子供を世話しって、一番大変な人からお金をいっぱい巻き上げると。ね。そういうところとか、子供は、国の宝だっていう考え方とかもさ、はっきりちょっと言うけど、なんだ、勘違いしてるんだよね。女性の社会進出に対して、女性が最近強くなってるじゃないですか。で、それって、何でも言ってもいいっていうわけではないんですよね。で、そういうところは女性ズバズバ言ったりするところの礼儀がまずないっていうところもあるし、ね、男だから女だからってそんなん関係ないと思うんですよね。その中で言えば、やっぱり、なんだろうな、子供を国の宝だとして、やっぱお互いに、お互いを尊重しながら、子供を国のために、ね、自分たちの子供も、自分たちだってね、国の子供だったからだったんだから、やっぱりそれはね、国を存続させるためには、自分たちの子供を作って、ね、それからやっぱりそれを受け継いで、日本のいいところを、やっぱり残していかなきゃいけないけど、ね、ある時期、その女性の、個人主義とか、そういう個人主義がいいっていう、なんかね、間違った考え方。アメリカは、その個人主義だとは思うけど、でも、アメリカと日本は違うし、日本の個人主義って、周りの人たちをもう近づけないとかって、そういう風な個人主義でしょ？でも、外人ってそういう個人主義っていうのは、周りに認められながら、個人の主張をするっていう意味で個人主義だと思うんですよね。だけど、日本人は、それを履き違えてね、まあ、今はもう男も女もそうなんですけど、個人主義を個人プレイとして考えて、なんだろう、悪者にするっていうような、悪い方向でしか考えれない、ネガティブな人が多くなったなっていうのが本音ですね。そう。それは一体、マジで個人主義ってさ、個人の、主義の中で、やっぱり、常識って、ね、常識って人によっては違うと思いますけども、ただ、やっぱ人の道を外れることをしないで、個人の個性を表に出す、表現するということは尊重するべきであって、いちいち否定する必要ないと思うんですよね。そんなことしたら、いや、上司がね、個性があってやったって、それをじゃあ否定してもいいってことでしょ？そしたら、それを否定したら今度、パワハラでこうやってまーちゃんみたいに、鬱にさせるでしょ？それめちゃくちゃですよね。そういう意味で言うと。だから、履き違えてる、アホな日本人が多すぎる。あと学校教育と、ほんと教育改革はマジでもうやらないと。あ、時間だ。ね。まあそういうことで、時間になりましたので、遅くなってごめんなさい。ごめんなさいって定期的なのは、本当は、
土日なんですけどね、なんか毎日やってますけどね。ということで、今日はここまでにしたいと思います。登録、高評価お願いします。じゃあね、バイバーイ。